はい、短期決戦です。10月4日8時39分です。第1215回ロト6の予想をしていきたいと思います。明日、10月5日の木曜日の抽選です。で、ロト6過去6回から傾向を見ると、6回中2回が2、3、24、26、30、6回中2回1回ボーナス数字が40。あ、6回中3回じゃん、1回ボーナス数字。あ、40。こっちだ、40。うん、格上げだ。混合4回、ロト6過去2回とミニロトとロト7で傾向を見ると、4回中2回が2、4、30、4回中2回2回ボーナス数字が10で、今後4回で抽出した数字がこれで、連想展開を前回の数字を並び替えて、その隣をオレンジ色で示した数字がこれで、オレンジ色の部分も来るからね。で、10の位が2回2個出てて、3の位が2個出てるから、10の位と3の位は厚く30、3、43でしょ、10、20、うん、とその両サイド、2と4と、9は使っていくと、4かな、で、前回と同じ数字を選ぶでこれでしょ、連続する数字を選ぶは今後4回から抽出した数字で、下1桁同じにするも今後4回から抽出した数字、前々回と同じにする数字を入れるはこれね。で、見ていくと、40ね、まずね、40、30、2と2、3、4、24でしょ。25が来そうだな。ああ、28来そうだな。25と28どうだろうな。逆にさ、もうそろそろ一桁オンパレードとかさ、1の位、10の位が出そうな気もするかな。ちょっと待って、1の位、10の位、1の位、10の位で作るか。1の位、10の位、よし、行こう。1個、10の位、3、13、ロト6か。30、13、20、24、25、43ってあるの？あるんだね。なるほど。30がない。気がするんだ。4、4、4って入れて、10、14、24、34、4ばっか、これ4ばっかきついな。まあいいや、
4ばっか36にしとこう。4ばっか13 16 15 16、まあ入れとくか。15 18 25 34。この前さ40とさ43とかさ、こんな38とかさ、こんなんこんな感じで来たよね。24 25、こんな感じでもあんだよな。1のくらいでちょっと14 8 14 7 9 10 11 13、これはちょっとやりすぎかな。まあね、4入れてるからね。なんか今度偏りすぎだな、これ。ちょっと待って、20代に偏りすぎだな。ね、9、ね、もうちょっとこう1のくらいを使っていきたいな。31って使ってないんだよな。31はちょっと来ないかもしれないけど、ちょっともうちょっともうちょっと見てみようか。前回19使ったんだね。40と1と何が来るんだこれ。17か、17が来てないね。4 17 12 20 22 34。あ、こんな感じか。あ、これいいんじゃないの。これ買おう。最近1来ないんだよな。5とか6とか入れてみる。ちょっとちょっと遊びでね。5とか6とか入れて13 11 18が来ないんだよな。19でしょ。23 26 24 25
8、32、34、こんな感じかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、こんなもんだな。どれいく ?4 が欲しいな。14、これいくか。これいこう。よし、出来上がり。1、4、15、18、25、34、42、17、20、22、34、同じような感じだな。まあいいや、これだな。 OK、 出来上がり。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。